久保さん。まあ確かにね、こやり取りしてるんだから、久保さんが見てればね、まあ、久保さん見なくても動画撮れるし、僕も見なくてもタイトルだけで動画撮れるんで、別に再生数0でも動画撮れますけどね。だってタイトル、まあ再生数っていうのは多分あのボタンを押さないとカウントされないでしょ。でもあのボタンを押さなくてもタイトルは見れるんで、タイトル見ただけで別に動画返せますんで。ださつまり再生数0でもこのやり取りは僕たちはできると。まあ不可能でしょうね。 他の人が再生数ゼロでね、このやり取りができるとか不可能でしょうね。僕たちでできます。タイトル見るだけで。タイトル見るのは別にクリックしなくてもね、見れますから。<laughs> で、今回はね、ケツにしましょうか、ケツ。金ケツのケツとかね、ケツ。なんかね、僕、ちょっと久保さん、面白いのはニュース見たんですけど、なんかロシア軍がロケット打ちまくって、なんか金ケツらしいんですよ。 で、このまま使うと、なんか10日か何日かでも全部の財産使うみたいな。だからロケット撃ちすぎたらもう金なくなるみたいな。だから中国にこう今なんかいろいろなんかお願いしてるっぽいんですけど、戦争するにも金かかるっすね。<laughs> まあそりゃそうですよね。無限にロケットと飛ばせないですからね。ロケット撃ったら終わりですからね。 でロケットもね、無料で作ってるわけじゃないし、金かかって作ってるから、まあ、ね、ね原材料とかね、その鉄とかいろいろあるでしょうから、結局お金かかってるし、多分一発高いやつだったらいくらなんですかね、相当高いとは思うんですけど、何億はしますよね、絶対、ロケットいいやつだったら。まあ、もしくは何十億するのか分かんないですけど、それ、何十億飛んでもう消えるわけですからね、一瞬で <laughs>。 いやすごいですね、ちょっとそ,それはすごい、僕、切り口は面白かったなって、そのニュースの、うん、ロシアが金欠みたいな、そう、まあ、確かになるほどな、みたいなあ、そういう切り口があるな、みたいな、うん、だからまあ、僕たちは生きていく上でお金は必要なので、まあ、金欠にならないために、常にね、お金を稼ぎ続けていくっていうことが大事だと思います。 で今日もね、朝ね、みんなの銀行入金あったんですけども、また動画撮るんですけど、昨日ね、動画撮ったんですけど、まあ早速入金一人やりました。ありがとうございます。<laughs> まあまた動画ちょっと撮ろうかなと思うんですけど、まあ近ほどね、辛いものはないと思いますよ。僕は。僕は金欠借金2000万の時めちゃめちゃしんどかったんで、辛かったですね。まあ久保さんは借金あっても、うん、辛くなかったのかもわかんないですけど、 うん、僕はあの借金、従業員の給料払うために借金、ATM に駆け込んだ時は辛かったですけどね。俺何やってんだろうっていう、すげえ辛かったですね。少なくとも自分の、なんか、あれ、落ち度でね。まあ、まあ、自分の落ち度なんですけどね。もう落ち度なんだけども、なんだろうな。その自分のギャンブルでどうのこうのとか、そういうのだったらね、おめが悪いんだって話なんだけども、100%ね。うーん、まあ、 僕がまとめきれないっていうのもあるし、まあその全部が従業員の責任ではないんだけども、うん、吉谷さんが帰れないから僕たち帰れないんですよっていう、やっぱ、うん、まあそこですよね、うん。いや、売上上がんないから帰れねえんじゃねえかみたいな話で。<laughs> まあ給料ね、給料は売上から出てるんだよと。ただで給料出てないよと。 帰るとか帰らないとか、そういう次元ではなく、いや、売り上げ上がんないと給料出ないんだよ、と。だけど、なんか、定時で仕事したら金が入ってくる。いや、金は天から降ってこないぞ、と。<laughs> なんか、そこにね、僕はすげえ違和感を感じました。だからもう、もう本当に従業員雇わないし、バイトも雇わないし、もう絶対ですね。もう、それはもうきついですもん。うん、そこに、その、その、その、 その考え方の従業員の生活を守るために自分が借金をしていくっていうのは辛い思いするっていうのはいやすもん。いや、少なくてもね、いや、吉田さん、もう帰ってください。僕たち、売上,上げ上げられないのは、いつもすいません、止まらせてしまってと。売上げ上げられないのは、僕たちが売上げ上げられてないんで、僕たちの責任ですと。 吉田さん、あの体休,休ませて、たまには早く帰ってください、僕たちしっかりレター作って、セールスしとくんで。はあ、それだったらもう、そんな従業員いたらね、僕はもう、あのいや、俺もやるぜ、みたいなね <laughs> いました、久保さん。いやく、久保さん、店長、みたいな。いや、売り上げ上げられない僕たちの責任ですと。いつも苦労かけてすみませんと。早く帰ってくださいと、今日は。僕たちでやっとくんで、と。 売上しっかり作ってきます。客引きもちゃんとしますみたいなね。いました。ママいないですね <laughs>。<laughs> もう絶対雇わないですね。はい。行ってらっしゃい。